コリー・テイラーは、アメリカ合衆国の歌手、ストーン・サワー、スリップノットのボーカリストとして知られる、アイオワ州出身、数年間同州のウォーター・ルーほか、フロリダ州など各地を転々とし、母子家庭で育つ。ロックに目覚めたきっかけは、祖母がエルビス・プレスリーなどを歌ってくれたと話している。また、いとこが持っていた、アコースティックギターに触発されて祖母から、 ホーナーのギターを買ってもらい、12歳から独学でギターを覚えたという。10歳から喫煙を覚え、13歳からドラッグに手を染める。15歳の時に二度コカインの過剰摂取に陥るが、蘇生し、アイオアで祖母に保護されている。また20代前半にもドラッグの過剰摂取による自殺未遂を図っており、コリーはこの時期が人生のどん底だったと話しており。 音楽に向き合うまで立ち乗ったと振り返っている。なお祖母は現在も89歳で健在であり、ボーリングはプロ級の腕前である。その後も2003年にアルコール中毒になり、ホテルから落下自殺を図る。コリーの元妻スカーレットがコリーの飛び降り自殺を引き止めた過去があるというエピソードは嘘で、実際にはコリーの友人である。 トム・ヘイザードが引き止めたというのは周知の事実である。30歳の時に初めてジップと出会う。数あるヘビーメタル、ヘビーロックバンドの中でも歌唱力は非常に高いことで知られ、バラードからデスボイス、スクリーミング、ラップまで幅広くこなすことができる。スリップノットではバンドのフロントマンとして9人のメンバーを代表してボーカルと MC を務める。 またライブステージに上がる前にもメンバーに対して毎回スピーチを行っている。スリップノットではマスクをかぶって活動しているが、ストーンサワーでは素顔で歌唱している。本人によると、スリップノットとストーンサワーの音楽性、バンドは全く異なり、ごく自然に表現を変えていると語っている。体の複数箇所に日本語のタトゥーを入れており、首筋の左側には死、右側に父、 後ろにもカタカナでスリップノットと彫っているほか、両腕や背中にも全面的にタトゥーが入っている。2007年デビュー前、ザーダルト・インペウリアムというポルノショップで働いていてスリップノットのボーカルとしてスカウトされた。ショーン・クラハン、ジョーイ・ジョーディソン、ミック・トムソンが声をかけ、スタジオで歌ったことがきっかけ。スリップノットのメンバーにつく番号では、 永遠を意味する8番を強く希望したという。コリは、ストーンサワーの立ち上げに関わり、自身もボーカルを務める結成メンバーである。ストーンサワーでのライブ中、一部局では自らギターを演奏する。海外でライブを行う際は、パフォーマンスとして、現地の言葉を使う。スリップノットの来日時にも、中指立てろ、最高、スーワーレーなど日本語を毎回使う。なお、 マクハルメッセ公演では、サーケーベー、高松ウー、と、この場所を、高松市と勘違いした煽りを連発し、千葉なのにというコメントが、ネット上で多く見られた。コリーワタバンドとの交流を大事にすることで知られている。アポカリプティカ、ソウルフライ、ダメージプラン、アンスラックスなどのヘビメタルバンドのゲストミュージシャンとして、登場している。またコーンのボーカル、 ジョナサン・デイビスがイタップの治療に伴い、ツアーライブを交板した際、ゲストボーカルとして数曲を担当した。オジー・オズボーンとオズフェストを共同企画したり、またスリップノットとして自らノットフェストを企画して、マリリン・マンソンやデフトーンズなどの大物バンドを呼ぶライブ活動を率先して行っている。ありがとうございます。